はい、こんにちは。今日は茨城県の教員採用試験の問題からです。問題はこちらです。 x 大なり0の時 fx イコール x 3乗プラス x 分の x 4乗プラス 4x 3乗プラス 8x 2乗プラス 4x プラス1、これの最小値とその時の x の値はいくつかといった問題ですね。これは、分子の方が次数が高いので、次数下げをして、微分して極値を求めて最小値を求めるという方法でももちろんできるんですけども、ちょっと計算が煩雑だということで、もうちょっと計算を楽にする方法をご紹介したいというふうに思います。どういうふうにやるかってことなんですが、これですね、分子の式を見てみると、これ、ここ1、4、8、4、1、係数がうまいこと、ここで左右対称になっているよと。そして4乗、3乗、2乗、1乗というふうに、次数が1個ずつ下がってますよね。ということなんで、これ x2 乗で割るとうまくいくよと。で、分母もこれ x2 乗で割るとうまくいく形になっているよと。で、今 x 正ですので、x2 乗で分母分子割っても OK ですよね。ということで、分母分子、まず x2 乗で割りましょう。そうすると、x2 乗プラス 4x プラス8プラス x 分の4プラス x2 乗分の1になりますよと。分母は x プラス x 分の1。こういうふうになりますよね。で、ここでうまいこと、この x プラス x 分の1の形を分子作っていきましょう。そうすると、x プラス、ここの部分ですね。x2 乗足す x2 乗分の1っていうのは、x 足す x 分の1の2乗。これ展開するとこれが出てきて、プラスの2が出てくるので、マイナス2してあげればこの部分になるよと。で、次ここですね。プラスの4、括弧 x プラス x 分の1になるよと。ここですね。で、あと8があるよと。ということで、マイナス2とプラス8で、プラスの6になるよと。こうなります。で、分母はこれですね。こうなるよと。ということで、これ割ることができますね。x 今正ですから、これ割ることができて、つまりここの部分割ると、x プラス x 分の1プラス4ですね。プラスの x プラス x 分の1分の6と。こういう形になります。これが今 fx だと。で、この形見てみると、これは相加相乗平均使いますね。最小値を求めたいということなんで、これとこれ、ここの部分で相加相乗平均を使いましょうと。そうすると、x プラス x 分の1足す x 足す x 分の1分の6っていうのは、2ルート、これかけるこれ。で、ここは消えて6ですね。こうなるよと。これ2ルート6以上。これに4を足したものが、これが fx だと。いうことなんで、fx っていうのはこれ。で、これは、これに4を足したものということなんで、これ以上ということになって、これが最小値になりますよと。いうことですね。で、この時の統合成立、こうなる場合はあるのかっていうことなんですが、これイコールこれになる時が統合成立ですね。ということで、これの2乗が6になる時ということです。x プラス x 分の1の2乗が6になる時が、これ統合成立。ということで、x プラス x 分の1っていうのはルート6ですねと。x は今正ですから、プラマイ出てくるんですけど、マイナスの方だとダメなので、正プラスのルート6ということになります。で、この時の x の値はってことなんで、これを求めていきましょう。これ、両辺 x かけて、x2 乗、マイナス 6x、マイナスルート 6x プラス1イコール0ですよと。これを解きましょう。2分のルート6プラマイルート6マイナス4ですね。ということで、これはルート2になるよと。これで OK だと。で、プラマイ、両方これ正ですので、両方 OK ですね。ということで、x の値、その時の x の値っていうのはこの値。で、これが最小値ということで、こんな風に求めることができます。はい。今回は以上になります。ありがとうございました。